だから、英語に落ちこぼれた。その13ですね。動詞変化を覚えても、つまり、動詞変化を覚えることは大事なんです。しかし、動詞変化という、つまり、動詞単体の変化だけを、いくら、吟味して,してもですね、ほとんど役に立たない。つまり、言葉として、えー、というのは、言葉というのは意味単位、意味ある単位で成り立つんですね。つまり、フレーズなんです。 だけどもその一つ一つのここではまあ動詞を取り上げたんですけども一つ一つの変化を覚えてもさてどれだけ役に立つのかということですねでここではもちろん現在形過去形原形現在分子過去分子これ学校時代、えー、耳にタコができるぐらい教えられたと思いますよそしてまず傾向ですねで例えばこういうような試験問題が出るんですねで1、えー、1ですけども he であって、ずーっと見ていったら、あ、yesterday があるじゃないか。あ、これは過去やと。I w a n e waited ですね。はい。he is で、にですね。he is で、あ、B 同士だと。はい。now がある。はい。今何々している。はい。B 同士プラスにょろニョ,ニョ ing なんだ。ということで、waiting を選ぶわけですね。そして、3は、I'm going to 見たら、はい。to があるから、まあ、えー、ほ,んほとんどですね。 これは原型の動詞が来るんですね。to 不定詞。to プラス動詞の原型としておお覚えたものですね。to wait。はい、正解。はい、I will 助動詞は原型動詞を取る。だから問題なしに wait。はい、I have ever かつてという風になった。はい、have, has, プラス確認した。はい、waited を選ぶで。こんなことをやってるわけです。で、こういう風なテストを、こう、 条件反射みたいに答えると。ね。そしてこれをやって、そのガールフレンドを待つというこの行為ですね。これが頭に定着するでしょうかつまり、えこれはすべてね、ト、え、ゥープラス動詞の原型、助動詞は原型動詞を取る、ハブハズは核分子を取ると。つまりこれの条件反射であって、つまり言葉としての 学習をしてないんですねで訳す時もその例えば昨日というになったら待ったで今ということになったら待っているというふうに条件反射的に訳すということですね。日本人がねそれこそ何年もね例えば NHK の講座私で10年やっていますちょっと待てよもう10年やったの諦めなさい NHK の講座だダメなんです。 ねえー、そういう判断をそろそろする時があると思いますよつまり私はね教育文法はダメだダメだって言ってるんですそしてね多分ねこの教育文法学校とか塾とか予備校これ多分10年20年30年経っても変わりませんこれはまずね既得権益になってるんですつまりこの教育文法をもとにしてさまざまな、ねえー、いわゆる授業で使う副読本 読本を見られたら分かりますけども出版社の名前が市販の出版社と違う名前になってでしょつまりねこれ権益になったんですいわゆる既得権益ですある意味では学校の教師ねこれも既得権益と言うたら言えると思いますよまあそういうふうなまあ難しい話はまたいずれすることにしてつまり言葉というものは行為や状態をひとまとまりにして覚えるものなんです これがフレーズとして覚えようということなんですね。だから、その文法問題で動詞の変化だけをこう、こう、見てですね、えー、どう、どうのこうのということは、これ何年かかっても、うん、つまり英語が言葉として定着するわけはありません。で例えば、ここに wait、待つという、これみんな待つときに wait は訳すんですけども、もちろん待つでいいんですよ。ところが、 ここで待つとか、一分待つ、ちょっと待,待つとね。はい、中で待ってよ、外で待ってよ、アウトサイですね。この辺りで待ってよ、バスを待ってよ。till five.5 時まで待ってよ、じっと待っててよと。white s t i l l w h i quietly. 静かに待ってよ、私を待ってよ、2階で待ってよ、そこで待ってよ、私と一緒に待ってよと。つまり、このようなフレーズとして、えー、覚えたら。 これでほとんどね、日常の会,会話できるんです。例えば、相手に向かったですね。Wait here. ここで待ってよ。で、これ、ここで待ってよ。ここ別に please つけて、いわゆるね、日本の英語教育は、これは動詞の原型で始まって、ね、えー、命令形だと、ね。意味わからない。命令で言う、口調で言えば命令なんです。なんだか言ったら、相手前にいるんですから、ここで待ってよ。それでね、Wait here. これを元にして、ここに、ここで待った方がいいよ。you have better.you have to. ここに待たにはいかんやん。ね。you should. ね。wait here. ここで待つべきだよ。これみんなこの、この辺りで待つとか、あ次のバスを待つべきだよとなるんでしょ相手に向かってこれ逆にね、私ね、ここで待つわって言うの。wait here. で、これ、え、I will がなかったも wait here. こうなるわけですね。つまり、ファンクションフレーズというのは後でね、様々なものがこれに結びついて、様々な表現を作っていくわけです。だけども、元はですね,ね、動詞のフレーズもそれの大きな要素であるということです。ウェイトを待つと覚えたか、覚えてもですね、実際はほとんど役に立たないということを、ここで確認してほしいんですね。あるいは次のテイクというのはどうでしょうか テイクという意味ですね。これは辞,書と辞書で調べると、するとか乗るとか座る、るといっぱい書いてありますよ。これをあ糧にしてですね、英文を見た時にそう訳すんですね。だけどもなかなかこれは当てはまらないですね。これはテイクという動詞の教え方が悪いんです。メイクは作る、ゴーは行く、カムは来る、こういう バカみたいなことを教えるからおかしくなってしまうんですね。つまり、一対一に対応するかのように教える。これが間違っているんです。つまり、take というのは c k オグデン n さんの b a s イ English 基本動詞16のうちの一つなんですで。彼はよく働く動詞ということを言ってるんですね。でよく働く動詞というのは行為の外形を,をどう捉えて表現するか、その動詞なんです。これが 基本同士といわれるものなんですね。で、take というのは、物や人、あるいは行為というもの、こういう対象に取っかかるということ,にことを表しているに過ぎないんです。単に取りかかる、取っかかってるということしかないんです。だから、take は birth。b i t h に、えー、取りかかる。この b ス t h というのは水浴びする、浴びるという意味の名詞ですね。どうしでも使,使えます、もちろんね。だから、b スね。t h 入浴、えー、にとっかかる。はい。ボートにとっかかるというのは、ボートというのは船のことですね。でつまり、ボートにとっかかるというのは、とか、テーバース、バスにとっかかる、タクシーにとっかかるというのは、これみんなノルなんですね。日本語の感覚では。だけども、ネイティブスピーカーはそう思ってないんです。 単にとっかからというふうに言うとるだけのことですね。だから、take a chair. チェアは座るという椅子のことですね。だから椅子には、椅子にとっかかるというのは座るということですね。で、take a coat。これは非常に大事なんですけども、テイク、コートを持っていくというふうに訳してますけども、大体、この take というのは、次に包囲を表す言葉がつくんですね。take a coat out。外に持っていくとか、そういうふうな、あつまり包囲語で、 え、飾る性質を持ってるんです。つまり、だけども、ここでは、take a coat だから、コートに取っかかってるよということだけのことですね。はい、休みに取っかかるは、take a holiday です。rest. これはレスラレスラーのあの rest ですね。つまり、えー、休憩ですね。休憩に取っかかるということは、休憩するということです。はい、ポケットから指を取り出す。とどうして取り出すかと言ったら、take a ring out of one's pocket。つまりね、 リング、指輪に取っかかってね、範囲外に出すということなんです。どこから出すんかいったら、ポケットから出す。ポケットから出すということですね。はい、チェアンアウト、ワンポケット。ね。はい、予約するというのは、シ、えー、ートを取っかかる。で、インアドバンス前もってということだから予約するということですね。座席を予約すると。そして、チェデイオフ。これは一日というものに取っかかって、その一日をオフの状態にする。 オフというのは何か言うと、急速離脱。中断なんですね。これを包囲福祉と言うんですけども、この本質,本質的意味は、えー、急速離脱。そして中断なんです。だから、一日にとっかかってそれをオフの状態にすると。で、あるいは、take off a day といった言い方もするします。これは、語順が、こちらの方,方が、take off っていうような感じで、えー、ちょっと強くなりますよね。まあ、そして同じような意味を、例えば、犬の首を外す。 ね。これは、から、指輪に、えー、首輪に取っかかって、それを急速離脱する、させる。はい。パジャマに取っかかって、急速離脱させる。はい。手袋も急速離脱。化粧も急速離脱。服も急速離脱。で、ここで振り返って、日本語訳を考えてください。ね。ポケットから指輪を取り出すの、取り出すは何だ。ね。一日休暇を取るの、取るは何だ。 外すはなんだ脱ぐはなんだ落とすはなんだもうここに日本の英語教育の限界があるわけです。つまり1 1、ね、一対一に、ね言葉というのは一対一に、えー、対応しませんよ、と。だから、もう元からですね。元からですね。例えば、take a bus,、ね、take a boat, take a bus, bus. take a cab, take a chair, take a coat,、ね、take a seat in the buns, あ覚えてしまうのは仕方ないんですよ。だから、主語を置いて、次は動詞は何か、助動詞は何かって、こんなことやってたらいつまで英語などしゃべれないし、そして語彙は絶対に定着しません。ね、休暇を取るという、その日本語のイメージをすぐに、えー、取るは何だってなしに、もう英語は英語のまま覚えてしまう。よく考えてください。 ね、奥田さんが言ったのは、たった16の動詞ですよ。少なくとも16の動詞を操れば、ね、操れば、ほとんどの日常的な会話ができるというふうに、奥田さん自身が言ってるんだ私が言ったんじゃないんです。ね。それは何か言ったら、英語というのは行為の外形に、えー、を、こう、どういうんだ観察して、ね。そういうような基礎的な動詞というのが、いわゆる基本動詞。 ということなんですね。つまり、行為の外形に、えーえー、注目している動詞。つまり、よく働く動詞というのは実はそういうことなんです。そして、まあ、一番最初のガールフレンドの話を、まず、えー、最後にまとめておきましょう。で、w a i t for girlfriend。はい。これの五段活用は、1、2、3、4、5ですね。で少なくとも、動詞の w a i t だけの変化じゃなしに、 wait for girlfriend という一つの動詞フレーズの変化として捉えるということですね。ね時々ガールフレンドを待ってるよ。これ現在形ですね。そして昨日、まま、待ってたんだよ。これから待つつもりなんですよ。これは3-1ですね。つまり原型動詞フレーズを使います。はい。he is going to wait for girlfriend これはそうですね。4-1は今待ってるんだよ。つまり現在進行形ですね。そして えー、その時、ガールフレンド待っていたんだよという、これは過去の進行形ですね。そして、えー、完了形と。つまり、このような4つの基本時制ですね。と、それと進行形。このような、えー、表現展開が簡単にできると。もちろんこれは、ここに取り上げたのは、肯定形だけで,ですよね。否定形、疑問形、そして否定疑問と。はい、こういうふうな、 えー、集積回路というのを、えー、構築していく必要があるんですねだけど一つが一つの同値フレーズができたらほとんど基本的なファンクションフレーズというのは変わりません実は最後に種明かしをしておきます私は今まで、えー、10冊ほどの本を市販の本を書いてきましたでそれに登場する文章ですね それはこの English Tracking、えー、ーズというところから引用しているんですで。これは私が、えー、もう過去十数年間以来ですね、データベース、映画のシナリオであったり、市販の英会話本であったり、そしてアメリカで、えー、市販されている英会話本であったり、それの表現を 全てデータベース。私自身のデータベースとして蓄えたものなんですね。で、これはどうしてかって言ったら、私が一旦英語で話そうとするとき、なかなかね、語彙が出てこない。そしたら、どうしたらいいのかなというふうに思ったら、これ、セリフ覚えではダメなんですね。やっぱり一つの動詞、例えばテイクだったらテイクで、今月もテイクを徹底的に、えー、どういうんですか、自分のものにしてやろうと。 はい。次の月は、えー、何々だって、ゴーだ、カムだってこうやるわけです。そしたら、言葉というのはね、不思議なもんなんです。一つ理解できたら、なんかどん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 同じような、えー、タイプとして蓄積していくんですね。どうして私がこのトラッキングっていうふうな、えー、命名をしたかといえば、いわゆる、えー いわゆるあの山なんかをこう歩くトラッキングっていうのがありますね。様々な風景を見る。そしたらこの風景ってどこかで見たことがある風景じゃないか。はい。2回目3回目というやっていくうちにだん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 その雰囲気が自分のものになっていく。これが本当の言葉としての学習ではないかなと思います。